アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃった。私は今五番魔航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。5番魔航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在5番魔航路は運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番マコール内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。ご心配なく、こんなことで神羅は揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド行こう。いざとなれば俺も戦うぞ。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店、たまに手伝ってるんだ。エアリス。あ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。みんなここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス。今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも行って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード。家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。収穫したらエアリスにも届けるからな。クラウドはお花好き？考えたことがない。
花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな、ま、いいけど。この道を抜けたら私の家。着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど一体。私のお母さん、エルミナ。こちら、クラウド。ボディーガードなの。世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ、送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする？面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。ああ、約束が違う。そんなこと言う？報酬すっごく高いのに。お母さん、聞く？待て。カゴを取ってくるから、ちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。あんた、いや、なんでもない。お待たせ。ん？はい、これ。え？はい。うん。じゃあ出発。こっち、自慢のお花たち。
れがいいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずに、さあ選んで。私があげたやつだ。そうだったか。もしかして気に入った？もうちょっと必要かな。次どれにする？まさかの猫じゃらし。さすがクラウド、みんなびっくりすると思う。多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。いいね、花言葉純真なの。かなり貴重だね。これでよし、リーフハウス行こっか。急がなくていいから優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。さあな。後で見に行こっか。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ、街見てきたら。リーフハウス。何かあったのか？うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか。うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう、似た男を知っている。うん、こっち。入れないんだけど、それどころじゃないね。
リスを連れてきた。もう大丈夫、私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。安心して、この人すっごく強いんだから。元ソルジャーだ、黒服の男は。わかんない、いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。ここから出ちゃったんだ、気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな、探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。ここで仕掛ける。仕掛けだ。ここまで終わりだ。なんとかなった。あまり前に出るじゃ、後ろから。隙をつく、消えろ。刺激しない方がいい。来い。あまり前に出るか。じゃあ後ろから。やっ、消えろ。ここまで。消えろ。出ろ。はい、攻めて一気に取れ。終わ
とマコーロが爆発したせいだよ。俺が行く。行くぞ。ありがとう。かっこいい。じゃあ戻ろっか。私は任せる。いいとこ見せなきゃ。当たれ。ちょっとそれ。ごめん、行くよ。すげえ。どうしてそんなに強いの？クラウドはね、元ソルジャーなんだよ。本当に？戦争に行ったの？秘密だ。どうしたの？いや、ティファってクラウドの恋人？違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ助けてくれたお礼。エアリスとクラウドは大人だけどもう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2。入れ墨か。そういえば、リユニオン。恐れることはない。
り。クラウド、しっかり。エアリス、セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡、ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。もしかして神話に出てくるあの。クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち頑張ろ。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。あ、モーグリがいる。僕が見えるの、クポ。あなたたちは選ばれし人、クポね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が店主のモグヤ、クポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだ、クポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけ、クポ。俺に見えていいのか？それは言わせないでほしい、クポ。商品はみんなで集めた名品、珍品、クポ。モーグリメダルと交換する、クポ。まずは会員になってほしい、クポ。モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしい、クポ。モグヤはメダルを集めてどうするの？もちろんみんなを幸せにする、クポ。それがモーグリの使命だから、クポ。モグの物語と同じだね。なんでもや、頑張ろうね。ああ。次どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。え？え？だから張り切るよね。確かにそういうやつもいる。私そういうやつ。よろしくね。あなたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があって、その支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人。手作りの剣を背負っているのですぐにわかると思います。
自分は強い男になりたいであります。ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。誰か腕自慢はいないか。シンラの兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよ。くれぐれも気をつけてな。初めてのスラム。エアリス、じいちゃんの魔航路話が止まんねえんだ。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生、怒ってた？うわー、ごめんなさい。うわ、びっくりした。見回りの調子、どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。内緒だぞ。話したら罰金だからな。あ、勉強の時間。5番街の日向には家に帰ることができない多くの幽霊が。あ、クラウド？見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔航路が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束。ハウスに帰らないと。あ、ソルジャーさん、一緒にお話聞く？マコールが壊されてまた戦争が始まるかもって本当かな？その前に心配することがあるだろう。フォリア先生との約束。私帰るね。これで全員だね。ハウスに戻ろう。あ、エアリス、どう？お花なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵でしょ。そういえばさっきエアリスの家の方にシンラの人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。ごめんなさい、フォリア先生。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね？ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら
分たちで退治するであります。サンギルでどうだ。秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。秘密基地はみんなの大事な場所なんだ。どうかガマ王から守ってください。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。おかげでメダルかなり集まったクポ。みんなを幸せにする力溜まってきたクポ。よかったな。クラウド、もっと楽しもう。じゃあ、俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく、笑えるように。メダルが足りないクポ。それは大変。クラウド、探しに行こう。頑張ってクポ。下がって。そう言われましても。どうってことない。下がって。そう言われましても。覚悟はいいか。消えろ、失せろ。終わったな。ここは任せる。そういうわけにも。じゃあ。お疲れ様。片付ける。気をつける。ここで仕掛ける。出ろ。悪くない。よし、広げた。切る。それ。
進むぞ。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物、絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこと、いいですね？はい、わかりました。ガマ王大臣、ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで、応援してるよ、見ているよ、愛してるよ、そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうには、それくらいしないとって思っています。すごい、先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ああ、ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。俺の仕事だ。私の仕事もあるでしょ。追い打ちだ。私の出番。やられはしない。えっ、飛んでけ。この嘘。落ち着いていけ。お任せあれ。やっ、そこから狙える。やっ、狙うぞ。消えろ。よかった。えっ、
行け。私の出番。いけそうかな。よかった。終わりだ。覚悟はいいか。仕上げだ。やってやる。5番街スラム特製ミートボールはいかが？マルケの煮込みだよ。甘さとスパイスと甘辛ソースだよ。辛い。想像を超えた。常連になると甘辛レベル100に挑戦できるんだってよ。それって甘い？食べていかないかい？辛いの？想像を超えた世界が広がってるって話だ。マルケの煮込みだよ。甘さとスパイスのハーモニー。常連になると甘辛レベル100に挑戦できるんだってよ。それって甘いの？辛い？想像を超えた世界が広がってるって話だ。砂糖たっぷり、油たっぷり、ハイカロリー。今日は何個にする？常連に。ミートボールはいかが？ドキドキ無性に恋しくなるね。プレートに引っ越して
ここは任せろ。そういうわけには。やるぞ。やるしかない。やっ、お任せあれ。それ、切り替えよう。交代。ここからだ。やっ、集中していく。いけ。頼んだ。はいはい。動け。当たれ。それ、任せるね。引けよ。やっ、まあいい。やっ、ここまで。このおお、聞いたぞ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて、やっぱり爆発が原因かね。やつらマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう。助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。2番街の公園で。アバランチなんて怖くないわ。おお、あんたか。何でもやって言うのは、実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵、麦に相談してみる。事件の整備は済んでた。クラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。もしかして墓地の鍵探してる。運がいいな。クラウド、有名な泥棒が軍から盗み出したんだって。モグ屋に渡したからモーグリショップにあるんじゃないかな。ねえ、もしかして墓地の鍵ってある。あるここよ。さすが僕のお店っ子。やったっ子。モーグリメダルがたっぷり集まったっ子。
みんなを幸せにする準備ができたくぽ。モグの物語と同じなら、私たちの願いが叶って幸せになる。二人だけじゃないクポ、このスラム全部を幸せにするクポ。大きく出たな。モーグリメダルの熱心なコレクターは何人もいるクポ。集めたメダルを買い取ってくれるクポ。それを元手にスラムのあちこちにお店を作るクポ。子供たちは仕事にありつけるし、暮らしは便利になる。みんなが幸せになれるはずクポ。しっかりしてるクポね。もちろん二人には報酬を払うクポ。俺たちが直接コレクターと取引したらどうなる？それは困るクポ。計画は秘密にした方がいい。ありがとうクポ。僕これからもみんなのために頑張るクポ。いいところに来た。今ね、クラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。
死んだカンパニー完成する。何でもやもう活躍みたいな。足を滑らせろ。幽霊が、ひょっとして噂の何でも屋さんですか？ああ、自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だから、スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が固いのなんの。おまけに私記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。何？スラムエンジェル、謎よね。有名だけど誰も姿を見たことがないの。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品師なんじゃない？手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂もあるし。噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド。元ソルジャーですごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端シンラもしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。エアリス、こんにちは。じゃあ空は？記者と一緒に待ってな。悪いようにはしないから。リーフハウスの子たち。どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通、自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を割らせたんです？なに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃なんですか？それとも残した痕跡が？いいえ、奴らのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。え？かなり手強いやつらしい。それでも行くとは見上げた記者根性だ。いや、軽率に踏み込むのは記者失格。
裏付けを取って行動が記者の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ。なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。ここで仕掛ける。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはやめにしようと。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理。女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな。墓地の鍵だ、モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。5000？ 金、金、金。ああ、分かった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ、嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。お前に売る武器はない。なぜなら原因はあっちだ。
俺の仕事だ。私の仕事もあるでしょ。ほい、はいはい、やっ、それいっけ、いくよ、えい、へっ、へっ、貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状、他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。へえ、これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは。おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の汽車殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でもやがいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから。これに懲りず私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。
ちょっと、その情報、詳しく。報酬を取り損ねた。ほら、これを持って行きな。なーに、遠慮はいらない。出所はあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ。預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろ。